皆さんこんばんは。上野貴子の俳句 TV、 今週は俳句講座をお届けいたします。すごく暑いですね。もうなんか本当に猛暑で35度以上ですか、37度超えて、都心でもねもうどんどん気温が上がっちゃって、もう夕方あたりちょっと夕立が、ありましたので、この辺は少しね収まったかなと思ったんですけど、でも気温の方はさして変わらないみたいな感じですね。今夜も熱帯夜になりそうです。それではですね、暑い中ですが俳句 TV、 今日は俳句講座をお届けしたいと思います。俳句講座ではこのところね2部構成でお送りしております。で、1部の方は俳句レッスン、そして2部の方が俳句検定、そして問題の解説ということに、今はなっております。7月からね俳句検定の方2クール目が始まっておりますので、2クールの方では解説を、しております。それではまず今日は、前半戦の俳句レッスンから始めたいと思います。俳句レッスン今日は第2章、8月ということで具象性についての話をしたいと思います。もうね、具象性という言葉、俳句講座ね俳句 TV を見てくださってる方はもうね聞き慣れてきたんじゃないかなと思うんですけれども、上野貴子の俳句 TV ではもう俳句のね3本柱としてもういっつも必ずこの3つを掲げております。まず俳句といったらこの3つに立ち戻ろうということで、見えますでしょうか。まず第1番目が凝縮性、そして第2番目が具象性、そして第3番目が普遍性という、このね3つの3本柱を、全部マスターしていただければもう必ずいい俳句が書けると、必ずね、俳句が上達できるということで、この3つを3本俳句としての3本柱に掲げております。その中で今日は、具象性についてをお話ししたいと思います。まず具象性と言いましたら、よく普通の言葉では具体的って言いますよね。意味的にはその具体的というような言葉とほとんど同じなんですけれども、具体的に形を成したものを表している、そういった性格、そういったものを具象性というふうに呼んでおります。で、俳句としての具象性、これが問題ですよね。俳句としての具象性というのはどういうことかと言いますと、まず3本柱3つ、もうねいつも俳句 TV では俳句の3本柱3つを掲げてるんですけれども、まず凝縮性っていうのは5、7、5、言葉を短く俳句は5、7、5に凝縮させてます。縮めているということですね。そして次が具象性ということになるんです。じゃあこの具象性って何だろうかと言いますと、ちょっとこちらのプリントでご説明したいと思いますが、具象性、俳句の5、7、5で何を表現したいのか明確な言葉で読者に伝えなければなりませんと。これちょっと見づらい2行になってしまったんですけれども、こういった感じで、もうちょっとこう引いてみますか。こうね、こんな感じで、見ていただけるかと思いますが、つまりですね、俳句のこの5、7、5の凝縮された5、7、5の中で何を表現したいのかというのが明確な言葉でその読者に伝えなければならないというところから具象性が必要だと言われているということなんですね。つまりどういうこと、たった17文字なんだけれどもどんなことを言いたいのか、この句はどういう意味を、句の意味、悔というんですけれどもね、句の意味を成しているのかというのが、分かりやすく、分かるように書く、それを具象性が必要だ
というふうに私はこうまとめてるんですけれども、まあ、あの昔からそれすごくこう大切って言われてるんですね。いろんな先生方がそのように唱えていらっしゃるということで、私もね、確かにそうだと思いまして、この具象性というのは三本柱の一つに挙げさせていただいています。で、例句、例えばこの例句なんですけれども、トーストのこんがり焼けて春林というこの例句があります。これは、銀座講座をやっていた時のテキスト本に載っていた例句なんですけれども、例えばこの句の中で具象性のある言葉といったらどれだと思いますか？まあ俳句ですから、トーストの、ここで一つ切れますよね。そしてこんがり焼けてと、ここでも中七切れます。そして春林下五で切れます。三つに分かれますけれども、そうですね、まず上五に来ています。トーストね、その通りなんですね。トーストって言ったら、あの食パンを軽く焼いたトーストのことですよね。トーストパンというのかな。でも一般的にはトーストって言ってますよね。で、まあ、あの食パンをっていうふうにね、書いた方が良かったのかななんてね、もうこれもあの銀座の講座の頃の例句なので、後から思い返したりして、反省したりしてるんですけれども、まあ今だったら逆にクロワッサンのこんがり焼けて春林とかね、パンケーキこんがり焼けて春林なんて言ったら、まあ今風ですよね。今かなっていう感じがして、まあ最近ではそんな風にした方が良かったかななんて思ってます。食パンっていうとトーストより古臭いですからね。で、まあトーストのこんがり焼けて春林ということで、ちょっとしつこかったかなとは私も思うんですが、説明としてです、これは例句、説明、具象性の説明なので、もうこうやって上げてみますと分かりますよね。上五のトースト以外はこうトーストを説明しているのがこんがりと焼けているっていう表現ですよね。これは確かに目に見える焼けてる、これパンですけど、魚とかこう焼くっていうのは、まあ、目にも見える現象ですけれども、こんがり焼けるっていうのは、じゃあ何色とかね、どんな風にっていうことで、焦げてるの、ちょっぴりこううっすらとちょうどきつね色だからこんがりっていうのかなとか、まあこんがりって言えば、まあ焼け方のね一つですけど、でも具体的に形を成して、例えば焦げ色とかきつね色とか、そんな風な目に見えるはっきりとした具象性のある言葉とは少し違いますよね。もちろん春林はもう当然もう季節の言葉で、形を成しているものに対する言葉ではないので、この中で具象性のある言葉はトーストということになります。これすごく分かりやすいと思います。そうして理解していただければ、トーストが食パンになったり、クロワッサンになったり、サンマになったりしても、まあ、春林ですからサンマはねちょっと合わないですけれども、魚になったり貝になったりしても、これは意味的に句の意味は分かりますよね、何を言っているのか。っていうことで、これは具象性を持った言葉はトーストっていうことになります。まあ私としては、うっすらとこんがり焼けているトースト、トーストでも焦げ目のねついたトーストや、熱いトーストやバター塗ってから焼くトーストだとかいろいろありますよね。でも私としては、春らしくふんわりとこんがりとちょうどよく焼けて、春らしくってふかふかっとね、サクサクふかふかっとして、あ、おいしいパンだなっていう、春っぽいなっていう、そういうような気持ちを詠んだ句です。
分かっていただけましたでしょうか。まあ俳句の具象性ということで、こうやって説明すると分かりやすいと思うんですよね。簡単な例句なのですごく分かりやすい例句だと思います。またこのちょっとプリントで説明しますと、例えばトーストのこんがり焼けて春林とこう3つにね区切って表現しました。この中で上五のトースト、この句の具象性のある言葉です。中七は上五につながる意味を表現しているですよね。こんがりと焼けているトーストっていうことで、こんがりっていうところが下五の季語である春林をこう引き立てていますよね。下五は俳句の季節を表現する言葉です。この中で季語はどれでしょうっていうと春林、これが季語です。だから具象性、俳句の中の具象性っていうのは、俳句としてのいわゆる有機定型、決まり事とは微妙に違うんですね。例えばトーストでもいいし、それからこの中の季語は春林だけど、そこにやってくる、目に見えるものだから、何かこうこれはトーストとか、ハンカチだったり、それから何か例えば女の子のお下げ髪とか、ね、目がねとか、そういう具体的な形に見えるものですね。それを、ちょっと、表現すると俳句が分かりやすくって実感も持てるし、とてもいい句が生まれやすいというふうに思っています。そして言葉はたくさんね、具体的な分かりやすい言葉からこんがりとかふんわりとか、トーストって、クロワッサンみたいなのとか、バターロールみたいなのとか、たくさんいろんな別の言葉がこう生まれますよね。いろんな別の言葉が生まれてきて、たくさんいろいろ想像できる。そしてまあ俳句の場合には一つ季語になる言葉っていうのが要になりますので、これを一つやはり際立たせる、引き立たせる、そしてまあ何を言いたいか、季語とね、うまく照らし合わせてどんなことが言いたいのか、または季語をね、すごく読み込みたい場合ありますよね。季語に視点をこうぐっと集中させて季語を読みたい場合もありますから、そういった場合に、季語をどんな風な具体的に目に見えるものを使って、表現するかというようなことにもつながってくるかなと思います。ですから結局その具象性というのは何を表現したいかっていうことなんですね。明確な形のある言葉で五七五にまとめられているかが具象性ですというふうになっています。ですから、いろんな言葉がある。この句の中にはトーストもある、春もある、林もある、こんがりもある、焼けているもある、いろいろある、たくさんの言葉があって、それがうまく具象性を持った言葉、ね、この具象性を持った言葉目に見えるわけですから、表現としては具象性のある言葉をうまく使って、俳句の中に一つより読み込まれていると言われている季語をうまく引き立たせて17文字をまとめましょうと、そうすると、うまい句、いい句、分かりやすい句、読者がね読んで面白いなと思ってくれる句が書けるようになるのではないかなという、そういうような、まあ、俳句のレッスンということになります。どうですかね、具象性分かっていただけましたでしょうか。目に見える形のあるものなんだなっていうふうに思っていただければいいと思います。だからその句がね、何か目に見えて、例えばこの句はメガネを読んでるんだなって分かれば、あ、メガネかっていうんで、そのことに関して近眼なのかなとか老眼なのかな、サングラスなのかなって、いろんな、ね、発想が生まれてきますよね。その中で、季語をどっかに使う、
なんかこうね、今だったらすごく暑いじゃないですか。もう季語っていうのは季節の言葉ですから、割とこの一句の中のシチュエーション的なね存在を示しますよね。ですからすごく暑い、じゃあメガネが曇るんじゃないとかね、そういうね句になるとか。でも今は暦の上では立秋です。そうなんですよ。ですね、俳句はですね、大体暦っていうのが中心にこう回っておりまして、暦はね、季節ごとに節目があるんですね。二十四節気が元って言われてますけれども、まあカレンダー暦、日本の暦として立秋があります。今年8月7日立秋でした。月曜日でした。で、今日は水曜日ですから、こんな記録的な猛暑なんですけれども、暦では秋なんですね。ここがまた面白いところですよね。もう秋なのに、季節は秋なのに、この暑さ、この猛暑っていうことで、こういう時は残暑と言ったりしています。まあ皆さんその辺でね、そうだわ、時候の挨拶でもそれ言われてみればそうだわと思ったりすると思うんですけど、まあね、今はすごく忙しいし、また仕事をされてる方はね、そういう自分のお仕事のサイクルでちょっとこう挨拶上などはね、仕事の仲間なんかがこう多いわけですから、自分たちの仕事のサイクルに合わせて、お盆休みを挟んで、初中祝いと残暑祝いに分けようとかね、なんかもうそういうこう、まあなんていうんですか、うちわのね、そういう季節感、仕事だとか暮らしにね合わせた、例えば子どもたちなんかだったら、8月って言ったら夏休みですよね。だけど一応暦の上では秋なんです。これは秋休みっていう人はいないですから、7月から入るからね、夏休みって呼んでて自然だよっていう感じで、その気候自体がね、今はねもう8月暑いから8月お休みなわけですから、8月も夏でもいいんじゃないっていう、まあそういうこの普段のね生活のサイクルに合わせて、まあ、言葉も普段は使っておりますので、まあ立秋を過ぎましたが、そうね堅苦しく考えなくてもいいのではないかと思うんですけれども、ただね、その何ですか、礼儀っていうのがあるので、例えば結婚式とかお葬式だとか、なんとか式っていうね、そういういわゆるこう冠婚葬祭なんかの式なんかがあると、そういう挨拶状だとかお礼状だのなんだのっていうと、ちょっとそういうね、今でもこう暦に合わせて回っているので、そういう意味では季語ってすごく便利に使われてもいるんですね。季語に合わせて挨拶状を書けば問題はないのでね、暦に合ってますから、まあ、そういう部分で、季語というのもとても要、なんですけれども、3つのねこの柱の中には直接季語って歌ってませんが、俳句としての、定型と言われているものでは5・7・5のこのリズムですね。まああとはそのね、今お話ししたように結構季節感っていうのは割とざっくりしたものだし、年によっても違うし、その時のね暑さ寒さによってもまあこう結構ねこう緩いものだ なので、まあただ言葉としてはそういう季語っていうのが一つ、中にね一つ使われて読み込まれていると、俳句としてはうまくまとまりますっていう、まあ作句法ですけれども言われておりますね。で、あともう一つ最後に、普遍性というこれがあります。普遍性については、次回お話ししたいと思います。なかなかね俳句ちょっとお話ししだすと難しいような気がしてきちゃうんですけど、まあ、簡単に分かりやすく、この俳句講座、ですね半年クールで、だいたいこう一つのねレッスンとして、まとまるように組んでいます。今回は2回目になるんですけど、 YouTube で過去番組もね、アップしておりますので、見てくださると俳句、マスターできるんじゃないかなと思います。
それではね、ちょっと今日の、一つね、例句を挙げて、ちょっとね、ご説明したいと思います。テキストの例句とはまた違いまして、俳句TVでは1ヶ月通して、ぐるーっと1ヶ月間全部に、この番組全部に、一つテーマを決めさせていただいております。8月は、朝顔というテーマを挙げさせていただきました。朝顔で、そこでですね、朝顔でちょっと一句作ってみました。こちらになります。はい。朝顔のつるあんどんに色忘れ。朝顔のつるあんどんに色忘れ。こういう句なんですけれども、じゃあ今日のテーマ、具象性についてを、この句を例題としてちょっと考えてみたいと思います。まず今日のテーマ、朝顔。これは俳句としても季語ですね。朝顔といったら、先ほどのね、暦の上ではないんですけれども、まあ実は秋の季語です。でも、8月、ちょうど今ぐらい、これぐらいの時期に一番綺麗に咲くと言われているので、8月のテーマに、朝顔持ってきました。この中では、朝顔っていうのは、まあちょっとこのね、色紙のね、写真にも書きましたが、これは具象性がある言葉ですよね。そして、中七いかがでしょうか。つるあんどん。このつるあんどんっていうのも、これはね、案外形はあるものなんです。ただですね、ここで読んでいる、皆さんこれ読んでいただければわかると思うんですけど、あーって思われると思うんですよね。つるあんどん、朝顔のつるあんどんといえば、ね、皆さんね、すぐわかっていただけると思うんですけれども、朝顔といえば朝顔市。都会ではここね、東京などでは、入谷の岸母神の朝顔市が有名ですよね。この朝顔市で売っているのが、あんどんの形をした朝顔なんです。朝顔のつるをあんどんの形にこう這わせて、美しくそこに朝顔を何色も咲かしたり、しましまの模様や斑がついたね、こう複雑な模様の朝顔を4種類ぐらいかな、こう一つのね、鉢に植えて、そして、あんどん型の、つるをこう、あんどん型の、網っていうんでしょうか。あんどんの、ちょうどね、こう、障子を張る、竹の芯みたいな、ありますよね。そんなようなものを、今は割とプラスチックで作ってるんですけど、そういうあんどんを作って、そこにつるを這わせているんです。そして花が咲くんですね。そうするとちょうど綺麗にあんどんに日がこう灯るように、お花がパッパッとこう、朝のね、まだ薄暗い時、朝顔は朝早くが一番美しいわけですから、ちょっと朝日が出てきて、うっすらと明るくなり始めた頃に、ちょうど、朝顔の花が咲くように、つるあんどんにつるを這わせるという、そういう、まあ、朝顔市の朝顔の鉢植えですね。そのことをちょっと情緒を持たせて、まだ8月なので、このように、つるに這わせた朝顔。朝顔は、咲いた後はすぐシューッとしぼんでしまって、こう、一枚の花びらなので、シューッとしぼんでしまって、こう、シュンとこう、ね、花の色もわからないように、シューンとしぼんでしまうんですよね。そういう姿を、ちょっと思い浮かべて、色を忘れるっていうような風な言い方をしてみました。もう一つ考えたのが、つぼみ。まだつぼみのうちは色がないなーっていうんで、よく色がないとかね、無色だとか、そういう言い方しますよね。
そういうのもいいなと思ったんですけれども、ちょっとねこう朝顔のツルアンドンに綺麗に咲いて、あんまりにも暑いので、もう何色だったか、昼間朝咲いた色が何色だったかわからないぐらいシューンとしょんぼりもしてるなっていうんで、そしてまた次の日に開くかな、開いたらまた次の日の色、朝顔ってそのすぐ何日も何日もずっと咲いてないじゃないですか。でまたすぐ次のつるから、つぼみがまたすぐ咲く、昨日の色を忘れたようにふっぽっぽっと咲くということで、まあね、あのあんどん作りしてなければ、まあ朝顔を一つのつるで一色なんだろうけれども、旬とつぼんだ時に色を忘れてしまうっていう感じもするし、蝶々あるかなと思って、作ってみました。なのでアンドンって言ったら、普通は昔家の中で、火を焚いて明かりを灯したアンドンですよね。なのでちょっとこう具象性はあるんですけど、他に言葉がなければ、アンドンが具象性のある言葉になると思うんですけれども、ちょっとつるアンドンっていうことで少しボケますよね。ちょっとはっきりしない、アンドンっていうのはまあちょっとこう例えのようになっちゃいますよね。つるを這わせる網作りのものになるので、まあトレリスとかね、今で言えばガーデニング風なものもいろいろありますよね。そういう中でも、朝顔のアンドン作りっていうのはすごく風情があるので、昔からね朝顔市で有名なので、そこでちょっと情緒があるかなと思って作ってみました。具象性ということ分かってきていただけましたでしょうか。朝顔がやっぱり一番この句の中では具象性のある言葉かなと思いますよね。アンドももちろんなんだけど、でもちょっとこうね、今のその鉢作りっていうのが思い浮かぶけれども、ちょっとこう例えのようになる、朝顔を説明しているような部分がありますよね。どんな朝顔かっていうことで、なので、この中で具象性のある言葉といったら朝顔ではないかということになります。そして見るとその朝顔のことをうまく読んでるなっていうことで、とても句の意味が理解しやすい、分かりやすい具象性のある言葉をテーマとして持ってきているなっていうふうに分かっていただけるんじゃないかなと思います。それではそろそろ、今日のね、俳句講座二部構成の前半戦、そろそろ時間になってまいりました。それではね、もうそろそろ、ちょっとですね、二部の方へ移りたいと思います。二部なんですが、二部の方は俳句検定の問題をね、今年1月から、一挙公開してるわけなんですけれども、この俳句検定の問題を、この2クール目6ヶ月過ぎてね、7月からは解説しております。問題を公開し、そして回答も公開し、ただね問題と回答、なんか教えてもらっただけで、それじゃあなんか学校のね試験のなんか毎晩ね前の夜の試験勉強みたいになっちゃいますから、アンチョコみたいになってしまうので、この6ヶ月で後半ではその問題 について回答も含めて解説してみたいというふうに思います。それでは今日はその俳句検定問題の解説の第2章、俳句の鑑賞という問題、これを解説してみたいと思います。はい、後半戦参ります。俳句検定問題解説第2章、俳句の鑑賞。まず第2章20問あるんですけれども、まずね、まず1問目、この俳句の鑑賞という第2章の問題は例句が出ておりまして、その句の作者を当てる
というのが問題になっています。鑑賞の賞ですからね、例句が出ていまして、名前を、作者の名前を当てていただきたいわけなんです。問題としては選択になっているんですが、まず1問目、雪の朝、二の字二の字の下駄の跡。これは有名な句なんですよね。結構皆さん誰でもご存知ですよね。こう二の字二の字の下駄の跡。あ、この人の句だったんだって思われる方、多いんじゃないかと思うんですよ。あ、なんか聞いたことあるなって誰でも思いますよね。この句、デンステジョという女性の方が作った句だったんです。このデンステジョさんという方は、江戸時代の、女流俳人、女性の俳句作家、俳人だったんですね。女性の俳句作家っていうのは、とても珍しかったんです。江戸時代というのは、芭蕉の次の句は、もうね、すぐはお分かっていただけると思うんですけど、芭蕉、これは奥の細道で有名な句が出ているんですね。これはもうちょっとね、俳句勉強してみようと思った方はすぐ分かるし、学校で、あ、習ったな、覚えてる覚えてるっていう方も多いと思うんですけど、このデンステジョさん、この方はですね、この俳句はすごく有名なんですけれども、江戸時代の女性の俳句作家ということで珍しいんですね。そして、あの、芭蕉と時代的にはほぼダブル時代が多いということで、相当江戸、本当に江戸時代の昔の方なんです。そしてね、女性が俳諧の席に同席するだけでも難しいと言われていた江戸時代、この時代に幼い頃からその親子でそういった一家のね、家風が俳句に親しんでいた家柄ということで、一緒に同席していたということなんですね。なんで家族、父親、兄など兄弟など、その家族が、男性がいて、その男性が俳句をやっていた、俳句をたしなんでいたわけなんですね。そこによく同席していたということで、そして句が残っているらしいんです。そういった、あの、句座のね、記録の中に江戸時代なので、なかなかはっきりわかる女性いないんだけれども、きちんとしたその文献の中の一つとしてこの方の場合は残っていたということなんですね。で、この、二の字二の字ね、皆さんご存知の雪の朝、二の字二の字の下駄の跡、このデンステジョという名前は、まあ、俳句のために作った名前らしく、そしてこの句は、まだ幼い6歳の頃に作った句であろうというふうに言われているらしいんです。相当ね、子供の頃からなんかこう有名なあれだったんですね、ご一家だったんですね。で、まあ次の問題はこちらな、こんな感じで、次は3問目は奥の細道の下りです。これは皆さんご存知で、〇〇のところへは旅人という答えを入れていただきたい問題なんですね。芭蕉といえば旅人、俳句といえばね、いろんな観光地、旅、いろんな旅先、絶景の場所なんかにね、よく句碑なんかたくさん残っています。まあ、こう旅人を入れていただきたい。そして次ですけれども、めでたさも中くらいなりおらがはる、これはもう、あの、小林一茶の句ですね。そんなにね、あの、難しい解説は特にはないのではないかなと思います。まあ、次の、ですね、4問目から6問目、ちょっとね、今出ました小林一茶の句が何句か続きます。小林一茶といったら動物をね、愛して可愛らしい優しい句が多い。この句は小さな子供を読んでいる、名月を取ってくれろと泣く子かな。これはですね、オラガハルという作品の中の句です。それからその上にももう一つありますね。スズメの子、そこのけそこのけ、丸々が通る。さて、この丸々は何でしょうかということで、これはお馬が通るですね。これはもう皆さんもね、子供の頃よくね、カルタなんかで遊びましたよね。スズメの子、そこのけそこのけ、お馬が通る、なんていう句が、ありました。
小林一茶のかわいい、句です。これは5問目、8番日記という一茶の句集の中の句ですね。芭蕉一茶といったら江戸時代に名を成した有名な俳句作家です。そしてちょっと時代はね移り変わり、その後、正岡子規という俳句革新運動を進めた、俳人、有名なね方が出てきます。この正岡子規の、一番有名な句、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺、これが一番有名な句ですよね。これ誰でしょうかという質問で、これはもう正岡子規です。特にね難しい問題はないと思います。この後ぐらいからちょっとね、ちょっと難しくなってきます。少し俳句や、詩などを読んだ方じゃないとわからないかなっていう質問に入ってくるんですね。9問目あたりから海に出て木枯らし帰るところなし、これは山口清史という作家の有名な句です。この山口清史、それから次の雲の糸、雲の糸、一筋よぎる百合の前、この辺、この句ですね。それから次もなんですが、懐かしの俗世の雨や涅槃像なんていう、ちょっとね硬い句があります。この辺はホトトギス時代ということになります。正岡子規の後、高浜虚子などがこの、ホトトギスをかなりこう広めたわけですね。そしてホトトギス全盛時代と言われている時代がやってきて、その頃大活躍したと言われている4名の男性作家がいました。その4名の名前の頭文字が偶然 S だったんですね。そこで、ホトトギス 4S などと言われて、頭文字の S をね文字ってホトトギス 4S などと言われていた4人の俳句作家がいた。それは誰でしょうかと言いますと、水原秋桜詩、山口清史、阿波の清穂、高野素十というこの4名が有名なホトトギス全盛時代の、作家だったわけなんです。この中でね、やはり水原秋桜詩、山口清史、この辺はもう誰が聞いても知ってる知ってるって名前をね聞けばわかるぞっていうような、方々だと思うんですけれども、高野素十だとか、それから阿波の清穂、この辺になると俳句を読んだことがないとちょっとわかりづらいかなと思います。なのでこのホトトギス 4S って言われて、こう名前をね覚えたりするのにこの頭文字が分かりやすいですから、そんなね、こともあって 4S なんて言ってこうもてはやされていたらしいんですね。でもちろんこの4名だけがそのホトトギス時代に有名だったわけではないわけなんで、次あたり別の作家の作品も出てきます。喜べばしきりに落ちる好みかな、でこれは富安風生、この方はやはり有名ですよね。明治から昭和にかけてだんだん新しくなってきます。とても叙情的でリリカルな俳人と言われていて、とてもこう風情がありますよね。代表句です。そして次などになりますと、春の夜や女は持たぬ喉仏なんてね、ちょっとこうコミカルな、コミカルというか、ユーモアでしょうか、徘徊意味があるっていうのかな、楽しい句かなと思うんですけれども、こういう句を書かれた日野僧正、この方などはだいぶ昭和の初期の方なんですね。でこの句なんかを読むと違うなってなんとなくわかりますよね。
なんかこう喜べばしきりに移る好みかな。でこう時代背景割と近い方でもやはりあの情緒のある作品の方と、この日の僧正のようにこの斬新な、無記俳句をね、初めて作った俳人であるって言われているんです。日の僧正という方、新興俳句運動というものを主導したと言われていて、まあ京大俳句などを京都、京大というのは京都大学のことですよね。京大俳句などを、やっていたということで、そうしてですね、この日の僧正などがこの句は春の夜ってちゃんと季語が入っているので、どんな方でもね、代表句としては分かりやすいので説明しやすい句ですからね。でこういう句を持ってきてもやはりどこかその特徴がありますよね。現代に通じる、分かりやすい、ちょっとこう打ち解けたユーモアのある、そんなような感じで、あ、新しかったんだなっていう雰囲気が読み取れるんじゃないかなと思います。それから次です。しんしんと寒さが楽しい歩みゆく、なんていう句が次に出てまいります。これはね、14問目なんですけれども、これは今度は女性の句なんですね。寒さが楽しいなんてね、もうこの辺になりますとだいぶ雰囲気が柔らかくて、女性らしくね、とても楽しげな、まあ、楽しいって書いてますからね、しんしんと寒さが楽しい歩みゆくっていうリズミカルな句を書かれています。これは星野達子の作品ということで、ここのこうなりますと今度は女流俳人と言われていた女性が4人今度はまた出てくるわけなんですね。この女性4人、これはまた、女性が、4名、前にも、前の1番目、第1章でも、女流俳人のことは説明したかと思うんですけれども、4名、女性のこのホトトギスの女流俳人として、新しい時代をね、切り開いた女性の俳句作家、女流俳人として有名な4名の T4T と言われていた女性がいたんですね。ここに出てきます、次に出てきますが、中村定女の T、 三橋鷹女の T、 鷹女の T、 そしてもう一人が先ほどの星野達子の T、 そして第一章で説明しました時の橋本鷹子の T ということで、4人の、女流俳人が T の字で、名前が頭文字に T の字があるっていうことで、ホトトギス 4T ということでもてはやされたんですね。そんな時代がありました。ここに出てくる作家の、特徴ね、皆さん覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。4T と言われた女流俳人なんだということですね。そしてもちろん、T からね始まる名前の方ばかりではねありませんので、例えば次のね、羽子板の重きが嬉し塚で立つなんていう羽子板を読んだ句、これも女性らしいですよね。羽子板っていうね、句材もまた女性らしいと思うんですけれども、これは長谷川彼女という女性が読まれています。この女性もやはり、婦人俳句という女性の俳句の早々期に現れた、近代女流俳人の草分けと言われていて、ホトトギス 4T の4名と同じようにね有名な草分けの頃の
女流俳人って言われています。長谷川は彼女、羽子板の重きが嬉し疲れ立つなんていう可愛い句を書いておりますね。それでは、俳句の鑑賞次に行きますと、次はですね18問目、阿部みどり女という女性、女性の句がまだまだ続くんですけど、春めくということの葉を繰り返しなんていう優しい情緒のある句を読まれてますよね。この方は大正から昭和の俳人と言われています。阿部みどり女という方が読んだ句です。選択問題ですからね、あ、聞いたことあるなと思ったら、ちょっとこの大正から昭和にかけての女流俳人阿部みどり女という方がいたんだということをちょっと頭に置いて、そして覚えていただいて、何か阿部みどり女っていう人をね探してみると、例えばネットだったら検索してみたり、図書館に行ったら調べてみたりすると、いろんな女性の句が出てくると思います。そして次に来ているのがちょっと遡るんですけれども、やはりね俳句の鑑賞として有名な女流の句ということで、最後に女性の句として、女性の句としての最後ですね、この章の、挙げております句が、朝顔に鶴瓶取られてもらい水。これも結構知ってらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですよね。朝顔に鶴瓶取られてもらい水。なるほど、知ってるぞという方いらっしゃいますよね。これは千代女と言われた加賀千代女、江戸中期の女流俳人なんですね。江戸の頃の俳人ということで、この方もね女性ながらにして江戸時代に名を成した、なかなかね珍しい少ない女流俳人の中の、有名な方です。それではね、この20章一番最後、初蝶や我が三十の袖たもとというね、このような三十というみそじですよね、こういった綺麗な初蝶にね、こう自分の三十になる袖やたもとが蝶々にこうまとわりつかれているという、こういうこう綺麗な美しい句ですけれども、これを読んだのは誰でしょうということなんですね。まあ、これは石田波郷の作品なんです。石田波郷といえばご存知の方も多いと思うんですが、先ほどの水原秋桜氏のね足火の、俳人なんですね。こうしてみるといろんな有名な句があると思います。知っている句もあれば、知らない句、ちょっと聞いたことあるなっていう、なんていうんですか、覚えて、あ、なんか聞き覚えあるなと思う句だけど、はっきり名前はわからないなっていう方も多いと思います。もうせっかくね俳句をやるんで、こういうね有名な方の句の、鑑賞も、十分にしていただけるといいのではないかなと思います。それではね、ちょっとね細かくね、今日の第2章の中で出てきた、ポイントですね、を説明したいと思います。見てくださっている方が、覚えるにあたってなんですけれどもね、まあね、名前、俳人の名前というのはとてもなんて言うんでしょうね、こう分かりづらい難しい、ね、方が多いですよね。もう昔からある世界なので、漢字そのものが難しかったり、昔の字だったり、それから読みづらかったり、またこうその作者のね思いがこうこもっている名前を付けられてたりして、すごくこう分かりづらい名前の方多いんですけど、そうするとなかなか人間覚えられないじゃないですか。
そこでね、このうまくこう人のね名前にだいたい頭文字っていうのがよくありますよね。そこでこの俳句の流行した、ホトトギス時代には 4T と 4S って言われてた、台頭した作家がいたわけなんです。ホトトギス全盛時代ですね。この 4T というの方が 4T の方が女性、そして 4S の方が男性なんですね。こういった、名前はね覚えづらいので、こういった、覚えやすいということで、ちょうどね、たくさんいたわけですから、ホトトギス全盛時代、いろんな俳句作家がいる中で、ちょうど偶然頭文字が T だった女性と頭文字が S だった女性、これが4名ずつということで有名になったわけなんですね。で、女性ではじゃあ4名、橋本貴子、の T、 中村定女の T、 それから、星野達子の T、 そうして三橋鷹女の T ということで、女性は貴子、定女、達子、鷹女ということで、この4名が、4T と言われて、ホトトギス全盛時代の女流俳人として有名だったんですね。じゃあ男性の S はっていうと、水原朱、ちょっと今書ききれないので女性の方を消しますね。水原朱王氏の S、そして、山口清氏の S、 そして阿波の清穂の S、 そして高野須寿の S。 読み方がね、男性の方はぐっと難しくなりますので、4S の頭文字の S、 名前ですね、水原周王氏の S、 周王氏 S ですね。そして山口清氏、清氏の S、 そして清穂の S、 清穂、阿波の清穂の S、清穂の S、 そして高野須重の須重が名前なので、須重の S ということで、周王氏、清氏、清穂、須重ということで、頭文字の S、 4S の方が男性ということで、このように名を成して、有名になったホトトギス全盛時代の俳句作家、俳人であるというふうに、言われています。なんとなくこう、なんていうんですか、難しい名前を覚えるにあたっての覚えやすいですよね。こう目安になりますよね。こう 4S といえば、4SS かっていうことで、水原周王氏、山口清氏、阿波の清穂、高野須寿か、なるほど4名なんだなっていう感じで覚えやすいと思います。一人一人の作家の説明をするのはとても難しいので、簡単なね、概略みたいな、いわゆる今でいうプロフィールみたいなものをちょっとこうね、興味のある方は調べてみるといいんじゃないかなと思います。ホトトギス全盛時代ですからね。それでは、それからですね、この2章の20問のこの鑑賞の中に出てくる、作家としましては、4S、4T、
を、まあ、鑑賞なので、やはり俳句の基本としてはね、ホトトギスというのは、まあ、俳句の今の、時代の俳句を成した正岡子規が、俳句革新運動という、運動を成して、まあ、ホトトギスができたということで、ホトトギスというね、傑作を作って今でも続いているわけなんですけれども、細かい流れはとても難しいので、ざっくりとしたね、鑑賞ということで、ざっくりとしたところを捉えておいていただければ、間違いないんではないかなと思います。それからね、江戸時代に有名な女流作家がいたっていうことも、まあ、ちょっと覚えておくのも、時代の流れ的にね、いいんじゃないかなと思うんですよね。先ほど説明しました 4T と言われている女流俳人、女流俳人ホトトギスでね、これは台所俳句と言われてまして、女性がね、普通はあまりこういった学問的な、専門分野に顔を出すことは少なかった、まだまだ少なかった時代、なんとかして高浜虚子が女性にも俳句を書いてほしいという思いをね、遂げたいということで、この星野立子という、娘にその願いを、まあ、託したわけですよね。そして、この方は台所俳句、女性がね読みやすい日常の毎日の暮らしの句材を台所、ごったくですよね、いわゆるね、仕事、お料理、今で言えばお料理俳句みたいな感じで、いろんなお料理の材料など、お料理の周りのこと、女性の毎日のね、生活のいろんな節々、そういったものを女性らしく、読めば、男性にも負けないいい句ができるんじゃないかといって、婦人俳句ですかの先駆けとなり、有名な女流俳人として、4名ね、4T なんて言われてもてはやされたわけなんです。でそれまではやはりあまり女性がたくさんはいないんですね。例えば芭蕉なんかだって奥の細道に旅に行くにも空という、お弟子さんを連れて行きますが、これはやはり男性だし、正門十徹なんて言われていて、たくさんのお弟子さんの中から、10名、代表的な、お弟子さんを挙げるなんて言っても全員男性なんですね。やはりまあ男性が多いわけなんです。そんな中で、この中では2人挙げましたが、江戸時代のね、女性もやはり、同席することも、まあ、かなった、そういったまあ環境にいた女性も中にはいるわけですよね。まあ俳句作家として恵まれていた、そこで、男性と肩を並べて、句がこう残っているっていうことで、まあそういう、希少価値もあり、結構あそうなんだっていう句じゃなかったでしょうか。皆さんもね、結構聞いてみて、あそんな江戸時代の昔の人の句、あそうなんだって、芭蕉がいた頃の江戸時代の女流のね、女性の句だったんだっていうことを初めて知った方も多かったと思います。雪の朝、二の字の下駄の後、デンステジョなんてね、まあこれ6歳の子が読んだんですよ。すごいなとか思っちゃうんですけど、なんかね、短いだけに俳句はね、子供から大人までどんな人が読んでも名句は生まれるんですね。まあ、そこがまた面白いとこですよね。そしてもう一人、加賀千代女ね、朝顔に鶴瓶取られてもらい水なんていう、まあ、あの井戸の水をね汲んで、女性は毎日井戸から水を汲んで、お料理をしたり、お風呂を炊いたり、いろいろやってたわけです。男性だってね、一応水を汲んで、あの水汲みは一応重いですからね、女性もちろん、あの女性が日常的にやるんですけど、男性もこれは決してやらないっていうことではないと思うんですよ。だけど、これは千代女の句だっていう記録がやはり残っていたわけなんですよね。江戸時代に貴重な、女性の俳人だったということで、この句も結構聞いたことあるんじゃないかなと思うんですね。
まあ今日はもう時間となりました。俳句の鑑賞ということで、いろいろなたくさんのね有名な俳人の句をご紹介いたしました。まあ鑑賞するのも楽しいですからね。まあ、俳句は自分で作るのが一番楽しいって言われてますけれども、読んでみるのもねとても面白いですよ。それでは今日は最後、今日の一句でお別れしたいと思います。8月9日水曜日、晴れのち曇り。残暑激し、驚く気温上昇中。残暑激し、驚く気温上昇中。上野貴子でした。まあね、今夜も暑くなりそうですので、気をつけてぐっすりお休みください。それではまた来週。バイバイ。さよなら。また見てねー。